こんにちは。まあ確かに音声が入ってない動画問い合わせがね来ますね。私もね毎日、会員さん向けの更新情報って送ってるんですけども、なんかのミスでね送られてないと、なんか今日来てないですよって反応が来るんですよ。それによって熱心に読んでくださる方が分かるということと、これねちょっとね吉田さんも感じてらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、その反応が早い方って商品リリースしたらまず買ってくださる AAA の最上級お得意様なんじゃないかなというふうに吉谷さん捉えてませんかね。でもどちらにしても信頼してくださってるから、あれ間違えてるんじゃないの、どうしたのっていうふうにお問い合わせいただくっていうのはすごくありがたいことだと思うんですよ。まあ、興味がなかったらそもそも音声入ってないや、まあいいやで終わっちゃうし、それからそもそもクリックしてないから音声があるのかどうかすら気づかないんですよね。ということでね、そういえば音声がないのに私返信してましたけど、あれはいいんでしょうか。まあ吉谷さんが言いそうなことはこう口パクで見てれば十分なんで、まあ1本ぐらいね、何言ってるか分かんない動画から推察して返信をするっていうのがあってもいいんじゃないかなと思います。要するにこれも教材だと思いますよ。先ほどから動画をね億万長者ずっと見てくださってる方にちょっと言いますけども、音声が入ってなくてもちゃんと返信できてるでしょ私は。でこういう風なのが信頼関係だと思うんですよ。例えて言えばですね、なんかドラマかなんかのラストシーンでなんか強い友情で結ばれた2人がねいるわけですよ。そして1人が瀕死の重傷でもうね息も絶え絶えで声も出ないんですよ。そしたらもう分かった、もう何も言うな、俺は分かったからって感じで、安心してガクってなるみたいなね、大丈夫かーみたいな、おいーみたいなね。あれ信頼関係があるからみんな読者さん感動するわけじゃないですか。映画にもこういう手法があって、無言で、視聴者さんに考えさせるっていうね、そういう手法ってあるんですよね。なんかこう倒れた、血を流して倒れた女性をじっと見つめる男性がいて、こうブルブルと震えてるというところを見て、視聴者さんはもう反応できないぐらいのね悔しさ苦しさ涙をこの人は表現してるんだなっていうふうに受け取ったりとか、逆にですね血を流して倒れてる女性を見下ろす男性がね、この辺で無言でこうにやついてるのを見て、あこの男性は悪いやつだ、女性を殺したんだなっていうふうに、視聴者さんが思ったりとかね。だから何も言わないことによる反応っていうのは結構ね、見てる人の深層心理が浮き出てくるから、逆に発信してる人がねこういうふうに受け取れっていう決めないことも、なんかドラマとか映画の中で使われてるみたいですよね。これね最近ね機動戦士ガンダムっていうアニメをずっと見ていて、その解説を岡田斗司夫さんがやってるんですけども、その中にもそんなこと言われてたんですよ。あえて無言とか、あえて間を入れるとか、あえて溜めるとかね、これはドラマの世界だったら役者さんが台本を読んで自分の考えでやるけども、アニメっていうのは演出家とか脚本家が指示をして、でアニメーターとかねセル画を描く人にそういうふうにやれって言わないとやらないことなんで、これはかなり演出の方とか脚本家の方とか原作の方がこだわった演出なんだと。この3秒のためっていうのはただ単に3秒ねたまたまためがあったわけじゃなくて、もうこれがドラマの主役なんだと、ここが肝なんだよってことをね力説されていて、ああそうだな、アニメっていうのはドラマや俳優と違うなと。確かに全ての書き込みに意味があるし、全ての線一本に至るまでに何かの演出が入ってるなと。この間とか声優さんの声が強いのか弱いのか、こういうのも全部そうなんだなっていうふうに思うところがありましたね。ということでいってらっしゃい。